今日の勝敗がノックアウトステージの組み合わせに大きく影響してくるでしょう。日本対カナダオープニングラウンドグループ A 第2試合の模様を横浜スタジアムよりお送りいたします。早速参りましょう。日本の先発は右の千賀、対するカナダの先発は左のロング。この両投手の先発が発表されています。さあどんな戦いを見せてくれるのか。まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはサンチェス。背番号21。第9投げた、膝元外れてボール。サンチェス投げました、ボール。投げました、ストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、フォークボール空振り。第6球を投げました、打った。相澤余裕があります。ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ウッド。第9投げた、カットボール見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。次が4球目、投げた、打ちました、1、2塁間。山田ボールを掴んだ、1塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ルブラン。内角際どい球、ボール。第2球ボール。第3球は決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、破った。ルブラン、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。タッチはセーフ。第9球見送ってボール。ジラード、一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。千賀再三ランナーを牽制し打ちました。坂本取った、アウト。スリーアウトチェンジ。カナダファーストランナー残塁、日本まずはゼロに抑えました。左のロングマウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これから日本の攻撃に入ります。トップバッターは山田。第9投げました、打った、強い当たり、入れば先制だ。打球は入った、先頭打者ホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。シュートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは2番坂本。背番号6。第9球危ない球、投げました、ストライク。アウトコース厳しいところ。投球は3球目投げました、3球目ストライク。追い込んでから投げました、外角低め、空振り三振。左対左の勝負になります。柳田背番号9。第9投げました、ボール。さあ次の投球投げた、インコース引っ張った。第3球を投げた、打ちました、これは打たされてピッチャーフライ。掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番鈴木。背番号7。第9投げた、ボール。千夜鈴木。第2球投げた、インコース高め、空振り。少し迷ったか。投球はこれから3球目、インハイの直球はボール。
投げた、ストレートはボール。さあ投球は5球目、投げました、スライダー見送ってストライク。さあ6球目、シュート、見逃し三振。1回の裏が終わりまして1対0、日本まずは先制しています。2回の表、これからカナダの攻撃に入ります。先頭バッターはグリーン、投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。投球これから4球目、打った、岡本落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは DH のハリソン、投げました、見送ってストライク。いきなり157キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、インコース空振り。次は4球目、投げた、完全に外れた、ボール。第5球投げた、危ない球。第6球を投げた、あーっとファウルチップ、アウト。これはしっかりキャッチしていました。バッターは7番リチャーズ、投げた、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、打ちました。坂本ボールを取る、一塁送球、あーっと送球それた、記録はショートのエラー、ショートのエラーです。日本同点のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターはロペス。日本一打同点のピンチを迎えています。投げました、直球見送ってストライク。いきなり159キロ。第2球投げました、いいハイ、空振り、タイミング合いません。投球は3球目、投げました、内角高め、外れてボール。第4球を投げました、フォークボール、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。先ほどのプレーです。千賀ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これから日本の攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者森。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、直球ストライク、外角高め。第3球を投げた、打った、流し打ち、フラフラっと上がった打球、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番山川。第9投げた、ストライク。1球目ストライクから投げた、シュートはボール。投げました、外角高めいっぱい、ストライク。追い込んでから第4球を投げました、ボール。さあ5球目、見逃し三振。バッターは7番丸。第9投げました、流し打ち、どうだ、取りました。これで3アウト。日本結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の裏が終わりまして1対0です。カナダこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターはリチャード。第2球これもしかし空振り。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、変化球、空振り三振、2者連続三振。バッターはトップに帰ってサンチェス。第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げた、インコース高め、ストライク。
投げた、ストレート見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、打ちました、ファール。投球これから5球目、ボール。第6球を投げた、高めボール球打った、セカンドが落下点に入りました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番ウッド、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球空振りから第2球投げた、ボール。投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、打ちました、ファールボール。次が6球目、投げました、引っ張った、ライトへ飛んだ、ライト前ヒット、ウッド、ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました、投げました、ボール。投球これから2球目、空振り、投げました、インロー見送ってストライク。次が4球目、ランナー走った、投球ボール、ボールを2塁へ、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。3回の表が終わって1対0、日本1点リードは変わりません。3回の裏、これから日本の攻撃に入ります。先頭バッターは岡本、第9投げた、初球から打ってった、ライト前に出る、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番相澤、第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球ボール。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って山田、セカンドベースメン、レフト山田。第9投げた、マシンで捉えた、抜けた、山田いいバッティングを見せました。バッターは2番坂本、今日の第1打席はスイングアウト。ワンアウトランナー一塁、一塁タッチセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第2球山田走った、外れた、キャッチャー二塁、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。リプレイをご覧ください。第3球を投げました、見送ってストライク。次が4球目、投げました、ストレートはボール。次が5球目、投げました、アウトコース低め、見逃し三振。バッターは3番柳田、第1打席はピッチャーフライに倒れています。打ちました、初球打ち、ライナーだ、センター前クリーンヒット、センターバックホーム、柳田ナイスバッティングです。日本なおもチャンスが続いています。第9投げました、初球打った、入るか入るか、ダイレクトフェンスに当たった、日本さらに1点追加、バックホーム間に合うかどうか、日本この回3点目、4対0。先ほどのプレーです。バッターは指名打者森、第1打席は内野フライに倒れています。投げました、外れた、ボール。投げた、ボール。
第3球を投げた、直球決まってストライク、投げた、見送ってボール、投げた、打った、ファースト正面、ジラード自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして4対0、日本リードを4点としています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターはルブラ、ストレート決まってストライク、いきなり158キロ。第2球、投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー、クリーンヒット、ルブラン、いいバッティングを見せました。バッターは4番ジラード。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。もう一度一塁牽制球です。タッチはセーフ、投げました、まっすぐ見送ってストライク、いきなり159キロ。第2球、投げました、ボール、投げました、3球目空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、流し打ち、岡本交代、レフト前のヒットになります。ルブラン2塁回った、ルブラン3塁でストップ、ジラードナイスバッティングです。ピンチを広げています。このチャンスはなんとかものにしたい。初球ストライクから内角低め見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げました、ボール低め、次が4球目、投げた、インコース低め、空振り三振。バッターは DH のハリソン、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ハリソン、第2球、投げた、インコース低めいっぱい、ストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んでから投げた、三振、ハリソン全くタイミングが合いません。右バッターボックスは7番リチャーズ、ボール、リチャーズ、第2球、投げた、ボール、第3球を投げた、内角見送ってストライク、第4球を投げました、打ちました、いい当たり、センター方向へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。千賀毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。4回の表が終わって4対0です。4回の裏、これから日本の攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山川、第9球投げました、ストライク、第2球投げました、インロー、ストレートは外れてボール、第3球を投げました、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番丸、第1打席はサードフライに倒れています。第9球投げました、きた、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、初球から思い切っていきました。6対0、日本リードを6点に広げます。チームメイトが迎えます。ロング降板、右のジェンキンス、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球完全に外れた、ボール、第2球ストライク、第3球を投げた、打ちました、ファール、第4球を投げた、スラブ、空振り三振、低めの変化球にやられました。右バッターボックスは9番相澤、スラーブ決まってストライク、まずは見送りました。第2球打った、左中間へのフライですがウッド掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って山田、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。第9
ボール。第2球投げた、危ない球。カナダ、ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、インコース引っ張った、レフトの左、ワンバウンドヒットになる。山田、いいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは坂本。ここまで2打席連続三振。第2球投げました、打ちました、ボテボテのピッチャーゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして6対0、日本リードを6点としています。5回の表、これからカナダの攻撃に入ります。トップバッターはロペス、初球を打ちました、千賀掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは9番リチャード。今日の第1打席はスイングアウト、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、見送った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、初球を持っていかれました。素晴らしい一発をベンチも祝福。バッターはトップに帰ってサンチェス、今日はファールフライとセカンドフライ、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。次は4球目、投げました、アウトコース低め、空振り。さあ投球は5球目、投げました、打った、これは平凡なレフトフライ、柳田取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番ウッド。第9球外角低め、外れてボール。第2球投げた、ボール、外角高め。第3球ボール。第4球を投げた、アウトロー、空振り。さあ5球目打った、これは強烈、いったチームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは3番ルブラン。第9球投げた、フォークボール見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、グーンと伸びて右に切れました、ファール。投げました、低めいっぱい、見逃し三振。5回の表が終わって6対2、千賀この回2本のホームランで2点を失いました。日本この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは柳田、初球を打った、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番鈴木、今日2打点を挙げています。第9球投げました、ストライク。第2球投げました、打った、1、2塁間のゴロ、ロペスボールを掴んだ、セカンドから1塁送球、アウト。バッターは指名打者森、今日はサードフライとファーストゴロ。第9球初球から打ってった、ジェンキンス取った、セーフ、記録はヒットになりました。今日初めてのヒットになりました。第9球投げました、スラーブ見送ってストライク。第2球投げました、豪快に引っ張った、サード左、アウト、スリーアウトチェンジ。日本ファーストランナー残塁、前半が終わりまして6対2です。試合は後半6回に入ります。トップバッターはジラード、投げた、打ちました、初球打ち、スタンドに入りました、ファール。第2球
投げた、ボール。第3球は打った、いい当たりだ、いったか、どうだ、入るか。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、ジラードツーベース。さあチャンスをものにできるか。第9球投げた、初球見送ってストライク、キレのある変化球。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ストレートはストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー破った、グリーン、いいバッティングを見せました。日本なおもピンチが続きます。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり154キロ。第2球投げました、打った、流し打ち、サードから2塁送球、セカンドフォースアウト、セーフ、1塁はセーフ、ダブルプレーなりません。第1球打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは8番ロペス、今日は三振とピッチャーゴロ。投げました、初球打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。二者残塁、6回の表が終わって6対2です。6回の裏、これから日本の攻撃に入ります。この回のトップバッターは丸。第9球投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げました、スラーブはボール。第4球は打ちました、レフト前に出る、レフト取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番岡本、今日はライトフライと三振。第9球見送ってストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、まっすぐ空振り、少し迷ったか。投球は3球目、投げた、外角高め、見逃し三振。バッターは9番相澤。第9球投げた、外角高めいっぱい、ストライク。1球目ストライクからボール。第3球打ちました、三遊間の打球、リチャーズ、ボールを取る、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。日本三者凡退に倒れました。6回までが終了しまして6対2です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターはリチャード。初球空振り、バットが空を切りました。第2球打ちました、セカンド前方のフライになりました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってサンチェス、ボール。第2球直球ストライク、インローへ。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番ウッド、今日4度目のバッターボックス。初球打った、レフト方向へ持っていきましたが、掴んで、これでスリーアウトになります。千賀三者凡退、無得点に抑えています。7回の表が終わって6対2です。7回の裏、日本ラッキーセブンの攻撃、右バッターボックスはトップバッターの山田、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。初球ファールから投げた、高めボール球打った、左中間へ持っていきましたが、ウッド掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番坂本、これが4度目のバッターボックス。インローを見送ってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、インコース低め空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、インロー際どい球、ボール。次が5球目、危ない球、投げました、外れてフォアボール。バッターは3番柳田。
第9球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、真ん中にストライク。第4球を投げた、空振り、タイミング合いません。第5球投げた、打ちました、ファウルボール。さあ6球目投げた、危ない球。第7球を投げた、打った、いい当たりだ、セカンドライナー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ジェンキンス降板、右のベイリー、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げた、初球外れても一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、低めいっぱい、見逃し三振。7回までが終了しまして6対2、日本ラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。千賀降板、左の松井、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9球外角低め、見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球打った、引っ張った、打球はライトへ、ヒット、ルブラン、ナイスバッティングです。左対左の勝負になります。投げました、初球から打ってった、左中間のフライ、センター前進、掴みました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球初球空振り、思い切って振っていきました。さあ次の投球、またも空振り、これで追い込みました。追い込んで投げました、空振り三振、バッターアウト、松井ナイスピッチング。バッターは DH のハリソン、チェンジアップはボール。ハリソン第2球投げた、外側決まってストライク。一塁牽制、タッチセーフ。第3球を投げた、見送ってボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げた、ストレートはボール。次が5球目、外れました、フォアボールです。松井降板、マウンドに上がったのは山本、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。チャンスをものにできるか。第9投げた、ボール。まずはアウトロー、吉野山本投げた、2球目ストライク。投球は3球目、打った、痛烈だ、取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。2者残塁、8回の表が終わって6対2です。8回の裏、これから日本の攻撃に入ります。先頭バッターは DH の森、今日はここまで3打数1安打。第2球投げました、外角高め、際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。次は4球目投げました、4球目ストライク。次は5球目ストライク。次がラストボール、投げました、打ちました、左中間へのフライですがレフト前進、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番山川、今日はホームランを打っています。第9投げました、インコース低め、外れてボール。第2球投げた、ストライク。カナダ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、外角低め、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。
第9球ツーシームはボール、まずは内角高め。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。投げた、打った、バットが折れました、フラフラッと上がった、取りました。これで3アウト、日本三者凡退に打ち取られました。8回の裏が終わりまして6対2です。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターはロペス。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、スプリットはボール。投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打った、セカンド正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番リチャード、今日はホームランを打っています。リチャード、危ない球。第2球アウトローへストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが掴みました、勝利まであと1人。打順はトップに帰ってサンチェス、日本ここは何としても抑えたい場面。投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、空振り。さあ次が最後の投球になるか。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、坂本掴んだ、一塁送球、アウト。ゲームセット、日本オープニングラウンド2戦目を見事勝利しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりましたオープニングラウンドグループ A 第2試合は日本勝利を収めました。この勢いで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。